日本と韓国のみならず全世界で人気を集めている K-POP グループですよね。第4世代 K-POP アイドルの代表アイコンだとも言われております。エナイプンの皆さんです。どうぞ。こんにちはね。こんにちは。はい、皆さんこんにちは。こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。視聴者の皆さんにですね、まずじゃあご挨拶の方お願いしてもよろしいでしょうか。あ、はい。インスタですんだ。ワン、ツー、こんにちは。こんにちは。こんばんは。ありがとうございます。ね、ご無沙汰しておりますですよね。はい。ですよね。2回目のね。いや、もうこうやってね、皆さんにね、ご無沙汰しておりますなんて言えること自体が僕はもう嬉しいなと思ってるんですけれども、今この放送をですね、日本からおよそ3万1300人ですかね。わー。視聴者の皆さんが見てくださっています。それではですね、せっかくなんで一人ずつご挨拶をお願いしたいなとは思うんですが、ニキ君の方はですね、日本語でも全然大丈夫なんで、はい、はい、お願いします。それでは、じゃあ、こちらから行きましょうか。ソヌ君から行きますか。はい。はい。こんにちは、ソヌでーす。おいえー。おー。おー。おー。オレンジン。おー。おー、一の皆さん、はい、ありがとうございます。はい、こんばんは、エナイプのニキでーす。ふぅー、こんばんは、ソモンでーす。ふぅー、おー、イケメン。こんばんは、ジョモンでーす。はい、おー、え、こんばんは、ヒズンです。ふぅー、こんばんは、ジェイです。はい。こんばんは、ジェイクです。よろしくお願いします。おー、はい。もうね、すでにご覧になった、これだけのね、オンライン参加者の皆さんが今日見守ってくれております。はい、ありがとうございます。ね、皆さん嬉しいですよね。あー、すごいですね。はい。ではですね、ちょっと、一旦座ってお話伺いましょうかね。はい、はい。どうぞどうぞ。はい、座ってください。はい。今回ですね、初のフル公式アルバムであるディメンションジレンマでカムバックされましたよね。はい、僕もですね、インターネットで予約して買いました。あ、家にね、ポスターがあるんです。本当に。ね、音楽番組ではですね、本当1位になって、発売1週目ではですね、81万枚を超えるセールス量を記録したということなんですけど、じゃあジョモン君代表してどうですか、ご感想は。あ、一旦이렇게말도안되는기록을이렇게엔진분들이만들어주셔서일단아직까지실감이안나고요이렇게좋은좋고엄청난기록을만들어주신이제엔진분들께보답하기위해요즘활동기인만큼더욱더열심히무대하려고노력하고있습니다오늘무대도기대많이해주세요야ものすごい記録をエンジンの皆さんが立ててくれて、とても感謝してます、してます。このエンジンさんにみんなに恩返しをするために今とても頑張っています。今日の舞台もぜひ期待していてください。はい、ありがとうございます。ね、こうやってね、アイドルの皆さんがこうカムバックされたら本当に忙しいんですけれども、多忙でですね、お休みとかもあまりないんじゃないかなと思ってるんですけど、ちゃんと休んでますか？ね、休みの日とか皆さん何されてます？일단활동중에보통이제시간이많이없다보니까이제차에서이동하거나뭔가시간이비었을때자주쉬는편인것같습니다。活動期間中は忙しいので、移動中に主に休んだりしています。はい、移動中に休むのは、それはね、休憩なんですよね。チャンスね。大丈夫ですか、体。はい、じゃあ次、どうでしょうか、ソンフン君はどうですか、休んでますか。あ、ね、もう、아무래도좀시간이더있다보니까뭔가잠을더자거나아니면은이제팬분들의반응을좀모니터링을하는것같아요。はい、時間があるときはちょっと寝たり、たくさん寝たりですね、あとモニタリングしてファンさんとファンの皆さんの反応をちょっとチェックしてみたりしています。はい、寝るのはね、休憩だと思うんですけど、ファンの方とのコミュニケーションっていうのも、それも僕からしてみればお仕事のような気もするんですけれども、いや、こうやってね、休みだということにしてくれてる時点で僕なんか嬉しいなと思っちゃうんですけれどもね。どうでしょうか、じゃあソヌ君とかどうやって休まれてますか。ね、저도일단핸드폰을좀많이보는편이고요。그리고또이제쉬는시간에도예능이나드라마같은걸좀많이보는편입니다。역시
僕はあの休憩中にスマホをよく見てるんですけども、バラエティ番組やドラマをよく見ています。いい休み方いい休み方だなと思うんですけど、最近ですね、このエナイプの皆さんのように全世界で人気が出た韓国ドラマというのがあるんですけど、ご存知でしょうかね。オジンヨゲームというイカゲームですね。継承しています。はい、皆さんご覧になられましたか。で、저희가이제오징어게임을보니까19세드라마더라고요그래가지고저희멤버들이3명은아직미성년자여가지고뭐형들중에서본형들도있을텐데3명은아직못본상태입니다あのイカゲームは実は未成年は見れないようになっていてですね、僕らのグループは3人が未成年がいますので、多分お兄さん方は見たかもしれませんが3人は見れてません。そうなんですよね、忘れてました。そう、2000年ハイトハイトですよね。はい、あのね、特に最近このニキ君がですね、イカゲームにね、このセブク役で出られてるチョンホヨンさんに似てるなんていう風に話題にもなってたんじゃないかななんて思うんですけど、はい、ご覧になりました。なんかこう SNS で写真だったり映像だったり流れてきてたとは思うんですけど。はい、僕も見ました。どうですか、ご覧になられて。あ、合成写真とか見ると本当に似てるなって自分でも思いますし、はい、ヒョンたちもみんななんか兄弟みたいって言ってくれたので、本当になんか不思議な気持ちになりました。はい、多分皆さんがこの動画見られてるリアクション動画かな。あ、はい、見ました。はい、全部見て見ました。いや、本当にね、ああいう風にしてみるとですね、似てるななんて思って見てたんですよね。なので今日は僕たちのこのトークショーのテーマをですね、今この最もホットなエナイプの皆さんと最もホットなイカゲームにしようと思っております。おお、すごいすごい。はい、最後にですね、今日ここからですね、ちょっとクイズやゲームとかいっぱいしていくんですけれども、1位となったメンバーの方にはですね、素敵なプレゼントがご用意されております。わお、だからですね、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。はい、で、本格的にですね、少し始める前にですね、今日は日本の皆さんいっぱいご覧になっているということで、ニキ君どうですか、こう今なかなか行ったり来たりできなくて実家に帰れてないんじゃないですか。はい、約2年ほど帰れてないんですけど、本当に日本がもう恋しいです。なんかもうこれ恋しいみたいなってないです。なんか、あ、温泉が本当に好きだったので、もう早く帰って温泉に行きたいですね。いいですよね。いいですね。ね、今度ね、ぜひですね、こう皆さん日本でコンサートすることあると思うので、はい、ニキ君でね、皆さん連れてってもらってください。はい、こうやってですね、コロナの影響で日韓の交流がちょっと難しい中、韓国と日本もたくさんの変化があったんですよね。そこでこのコーナーでは、長い間韓国に来ることができない皆さんのためにですね、新しい韓国旅行のトレンドをご紹介したいなと思っております。そのためにはまず日本の観光客の皆さんの好みを知る時間が必要なんじゃないかなと僕思ったんですよね。なので僕から日本の観光客の皆さんに関するクイズを出します。そしてその間、皆さんにはですね、今こちらに準備されてるんですけど、タルゴナの型抜きをしていただきながら、皆さんにね、こうやってクイズに答えていただこうと思います。あ、はい、すごい。はい、で、皆さんそこでですね、一つだけルールがございます。あー、ルールがございます。はい、視聴者の皆さんのためにですね、正面を向いて型抜きをしていただきたいんですよね。はい、はい、で、僕、これ僕のなんですけど、これ僕のなんですけど、この中にですね、ビー玉が入ってるんです。で、クイズの正解を当てた方にはですね、こちらビー玉があるので、こちらを1個差し上げます。あ、はい、はい、で、型抜きを成功させた方には5つ差し上げます。おお、で、今日このイベント最後に一番ビー玉を多く持っている方が優勝ということになります。はい、わかりました、わかりました。で、あ、一番重要なことを忘れてた、命はかけなくて大丈夫。それは良かったです。良かったです。良かったです。お手前ですか。はい、それではですね、今目の前にあるこちら、これがね、タルゴナなんですけれども、はい、どうしましょうか。じゃあ開けるところからスタートしますか。ね。うん、はい。いきますよ。はい。はい。大丈夫ですか。あ、はい。よーい。スタート。あ、お前。はい。もう初めから死んだみたいな。あ、皆さん、あ、ちょっと、あ、皆さん模様がちょっと違うんですね。
ではこれを行ってらっしゃる間ですね、私クイズ出しますよ。はい、皆さん聞いてください、クイズも出します。그럼지금부터퀴즈도낼겁니다最初の問題です、はい、2019年に行った韓国観光公社 Facebook でのアンケート結果です。日本の観光客が韓国を訪れた時に必ず買って帰ったものベスト10になっております。はい、1位2位が空いております。3位が MSG、 こちら調味料ですね。4位がスティックコーヒー、そして5位がステンレスおかず箱、6位がモンペ、7位も空いております。8位がトゥッペギ、9位がスプーンセット、10位がキムチということになっております。そしてエナイプの皆さんにはですね、1位と2位、7位を当ててください。どうでしょうか、今見えますかね。でも今一生懸命、みんな一生懸命なんですけど大丈夫です。ありがとう。あーこれあーほんとに難しいです、難しいです。ソヌ君もう割れちゃいましたじゃあソヌ君、あのクイズの方、クイズルちょっと準備してよ。クイズよ、クイズよ、はい、ね、퀴즈이제어렵네요네어떻게どうしましょう。じゃあちょっとヒント出しましょうか。ヒントを좀드릴까요。あ、ごめんなさい、はいはい、あ、いきますよ。お菓子、ハニーバターおか、あのチップスハニーバターチップス、はい、違います、ありません。いや、これちょっと難しいですね。じゃあですね、ちょっとヒント出します。ヒント、7位はですね食べ物なんですね。で、1位と2位が履物ということになります。どうでしょうか、皆さん分かる方手を挙げていただければ、私そちらに行きます。はい、그7위는먹는거、1위2위는신는거예요、신는거。あ、あ、あ、やっちゃった成功、お、わー、成功しました。ちょっと대박、どんぐらみ、めちゃくちゃうまいじゃないですか。엄청잘하시는데요。ソヌ君かわいいですね。じゃあですね、ちょっと、ヒスン君、あー、ありがとう、一番最初に、おー、はい、届け。どうですか、皆さんクイズの方は分かるでしょうかね。全然知らなく、ちょっと모르겠어요。わかりません、わかりません。じゃあここの、これはもうクイズ、ここでもう、じゃあタイムアップとさして、はい、どうでしょうか、タイムアップということでよろしいでしょうかね。はい、はい、じゃあ、はい、皆さんもうね、肩抜きに一生懸命すぎて本当に、あー、本当に難しいですね。ね、難しいですよね。どうも、とこった、うん、ではちょっと答えの方言っていきたいと思います。はい、はい、あー、ポソン、正解1位はですね、ポソン、ポソン、はい、あの、그거옛날에신는신발、そうです、あのおばあさんとかがですね、あのちょっと履いてた、このあったかいタタタンゴ、やんまるかってんご、はい、それが1位なんですね。それが1位、2位がですね、靴下、7位が糊です。あー、金、はい、そういうことになります。あー、金箸ね、美味しいですよね。美味しい、美味しい、いや、もう皆さんちょっとクイズ、もうちょっと、ちょ、なんかすごいボロボロになってなんかめちゃくちゃですね、めちゃくちゃですね、はい、はい、なんかではですね、もうちょっとクイズの方に、じゃあちょっと集中していただきましょうか、これね、はい、次のクイズもございます。はい、次のクイズ、はい、次のクイズです。こちらがですね、同じく韓国観光公社で調査したアンケートになります。うん、日本人が好きな韓国の B 級グルメトップ10は何でしょうということなんですけれども、はい、こちら1位が空いております。2位がタッカンジョン、3位がホット、4位が卵パン、5位が飯田子の辛い炒め。そうそう、ちょっと、ちょっと、今ね、多分 J 君が一番早かったような気がする。お、벌써、어、はい、6位、オーケー、どうします、お、早く、어떻게할까요、6位プデチゲ、7位コプチャン、8位空いてまして、9位がジャジャンミョン、10位がトッポキということになるんですが、な、何位いきますか、トッポキ라고말하려고했는데、言ってもらって、ジョン、ニキニキ、はい、ジョンくん、삼겹살、いけた、いけた、いけた、삼겹살、残念、お、違います、ニキニキニキ、
ニキ。そしたらさっきね、ニキ君あげていただいて、ニキ君。あー、キンパブ。ねえ、キンパブの。キンパブイス。こんなキンパブ。うわ、サイマン。サイマン。1位です。うわー !1 位なんですね。本当に？おー。サイマン。おー。おめでとうございます。おー、ニキ、ニキ。ニキ君。ありがとうございます。1個あげます。あと残ってるのが8位ということになるんですね。8位。おもう出ちゃいましたね、答えがね。すいません、もう答え出ちゃいました。ビンデトということで、縮みですね。はい。はい、ということになってしまいました。はい。はい、もう今ここでね、成功したのは、ヒスン君とニキ君だけですよ。皆さんもうちょっと頑張ってくださいね。いっぱいあるんですから。はい。では、また最後、こちら簡単な質問になっております。こちらですね、はい。日本人観光客が一番好きな韓国の都市はどこでしょうか？ニキ。ニキ君早い。あ、ニキ。はい、ニキ君。ニキズン。ソウル。あ、ソウン？ソウル。あ、ソウル。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 ソウン？正解です。あー。ニキ。ビゴプンで。リハーサルって大変じゃない？あ、疑問じまいそちょ、卑怯者。もうね、あの今日僕ですね、あの本当ビー玉女子になろうと思ってたんですけど、もうニキ君に全部あげちゃうような感じになってしまいました。ではですね、ちょっと、あ、皆さんね、こう、そうですよ、その映画ですね、ビー玉入れる袋だったんです。袋、今ね持ってくださっているのがですね、ジェイク君持ってくださっているのが、これ袋だったりもするんですよね。なのでちょっと皆さん頑張っていただければ。まだまだビー玉を、はい、渡せるチャンスはたくさんありますので、はいはいはい、ではですね、ちょっと座っていただいて、ちょっと休んでいただいてですね、はいはい、すいませんね、はい、いろいろ行ったり来たりさせましてですね、本当申し訳ないなと思うんです。どうぞどうぞお座りになっていただいてですね、はい、ねえ、ちょっとね、忙しい感じのクイズと、型抜きになってしまいました。それではですね、ここでメンバーの皆さんから、エンジンの皆さんにですね、最近ソウルで一番人気のある観光スポットというものをおすすめしていただけるということなんですけど、誰からおすすめしていただけるでしょうか。あ、ね、그러면저부터소개를한번해보겠습니다。僕が紹介したいと思います。ね、이제제가먼저소개할곳은이제성수동을추천하고싶은데요。네、이제성수동하면은요즘이제저희같은 MZ 세대들이사이에서이제가장핫한장소중한곳이라고합니다。오、네、성수동을오스스메시타인데스케도모僕たちのような MZ 세대若い世代を MZ 세대と言うんですけども、一番ホットな場所となっています。네、이제처음으로이제성수동에는요즘가장인기있는이제카페들이다모이는카페거리와그리고또이제해외관광객들여러분들도이제다좋아하실음식그리고또갈비골목도되게유명한데요。그만큼또이제성수동에서울숲도있어서이제도시한복판에서도자연을즐길수있는그런멋진곳이라고합니다。오、네、성수동에는최근가장인기のある카페가密集しているカフェ通りと、海外の観光客の皆さんも好きな食べ物ですよね、カルビ通りも有名です。またソンスドンにはソウルの森もあって、都心の中で自然を感じることもできます。はい、ソンスドンのですね、このヒップな雰囲気、最近ですね韓国ではヒップな雰囲気みたいな感じで使うんですけど、こちらのクールだみたいな感じの意味だったりもするんですよね。で、そんなクールな中に、ちょっと柔らかいイメージのあるJ 君にお似合いだなと思って。 ありがとうございます。はい、では次はどなたが紹介してくださいますでしょうか。아네제가소개해드리겠습니다、はい、제가추천하고싶은곳은이제서촌인데서촌은이제경복궁옆에위치한아주오래된동네입니다、はい、최근이제서촌의인기가엄청높아졌대요。이제도심한복판에서보기힘든정겨운이미지때문인것같은데，서울중심부인데도높은건물이이제거의없고미로같은골목마다오래된그런맛집들이많아서정말찾아가는재미가있습니다。오，네，그래서네찾아가는재미가있어서많은분들이거기를이제찾아가시는것같아요。はい、僕のおすすめはソチョンです。ソチョンは朝鮮王朝の宮殿ですね。キョンボックの隣にあるとても古い町なんですけども、最近ソチョンの人気が急上昇しているらしいんですが、
都会では珍しく昔ながらの風情が残っている街だからだと思います。ソウルの中心部なのに高い建物もなく、まるで迷路のような路地裏に古くからある老舗があってですね、食べ歩きするのが楽しいことで有名です。はい、ソチョンもですね、本当に綺麗な場所だったりもするんですよね。本当ソン君のイメージにぴったりだなと。ありがとうございます。はい、それではですね、最後になんとミキ君も直接行ってこられた場所っていうのがあるみたいなんで、おすすめしてくださるんですよね。はい、はい、どちらでしょうか。네 서촌에서맛있는걸먹은다음에는꼭북촌한옥마을에가시는걸추천하고싶어요네제가며칠전에정원이형이랑네북촌한옥마을에다녀왔잖아요그죠네재밌었죠 、네、그래서 아름다운한옥들이있는조용한거리를한복을입고걸으니까마치뭔가옛날로타이무슬립하는것같은그런기분이들었더라고요はい、ソチョンで美味しい食べ物を食べた後にはぜひ韓国の伝統家屋ハノクが密集するプクチョンハノクマウルに行くことをお勧めしたいです。僕とジョンウン君でプクチョンハノクマウルに行ってきたんですが、美しい韓屋が並ぶ静かな佇まいの街をですね、民族衣装の韓服を着て歩くと、まるで昔にタイムスリップしたような気分になりました。はい、こちらでなんか映像があるみたいなんですけれども、ちょっと映像の方見せていただけますか。バーバンパーパン。 パーパン。아우리이렇게나오는게좋다진짜그러니까요일곱명다같이오면더좋았을텐데되게여기는옛날인데뒤에보니까되게건물있고신기해너무신기하다여기가이제육경뒤에보면와풍경남산타워도보여저기나오니까좀뛰어다니고싶어요 재기자기도하고이스팟이약간네사람들인생샷건지는곳이에요진짜요무조건찍는곳그럼찍어야죠하나둘셋하나둘셋와진짜잖아하나둘셋예스오케이아그럼찍어야죠야가끔그럼잘나왔다아이잘나왔네오가와이오가와이가와이네정원이형이그날포토그래퍼맞죠네멋진사진들을많이남겨줬거든요네덕분에인생사진많이찍었던것같습니다네정원君がカメラマンになってくれて素敵な写真をたくさん撮ってくれました。おかげで人生ショットをたくさん撮ることができました。네저와정원이형의북촌한옥마을체험기풀버전은네며칠후에공개될예정입니다네공개일정과자세한내용은2021코리아페스타다카라코리아특집사이트와공식인스타그램을통해서확인해주세요놓치지마세요僕とジョンウォン君の북촌한옥마을の体験フルバージョンの動画は近日公開される予定です公開日程と詳しい内容は2021コリアフェスタだからコリア特集サイトと公式インスタグラムでチェックしてくださいどうかお見逃しなくはいありがとうございます近日公開されるということなんで皆さんねお見逃しなくこれ見ていただければなと思いますではですね皆さんエナイプのメンバーからですねソウルのホットな観光地を紹介してもらったということでやはり一日でも早くですね韓国に来たいですよね最近 SNS 上では都韓ごっこというものがねとても人気だそうなんですあ韓国旅行のね気分を味わうために韓国関連のものとか食べ物をですね写真に撮ってSNS に共有することを都韓ごっこというらしいんですがはい僕たちも今日ちょっとみんなでここでオンライン都韓ごっこちょっと体験してみようかなと思うんですけどどうでしょうかあいいですねえはいでまずはですね韓国の観光地を駆け回るゲームをですね韓国観光公社が開発したそうなんですねおー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 韓国公社がこんなこともやってるんですねすごいですね、はい、背景は先ほどニキ君がお邪魔されたこのブッチョンの韓屋村ということになってるんですがじゃあ誰にちょっとねやっていただこうかなとは思うんですけどこれねカメラで撮るらしいんですね自分のことまあ言ってみればセルカですよねはい、セルカといえばセルカ職人というか達人というかもう横にいらっしゃるソヌ君ですよね行きましょう、はい、いいですかはいあ좋습니다、ね、はい
한번 제가 해보겠습니다. 이제 니키가 이제 한옥만 갔을 때 이제 한번 날씨도 좋고 한복도 너무 예뻐가지고 되게 뛰고 싶었는데 못 뛰었다고 들었거든요. 그래서 제가 한번 열심히 뛰어보겠습니다. はい、僕があります。 ニキが復調ハノクバウルに行った時に天気も良くて、ハンボクも起きて、テンションが上がったから走り回りたかったんだけども、それができなかったということで残念がってたんですね。ですので、僕が代わりに頑張って走りたいと思います。はい、ありがとうございます。走っていただこうかなと思うんですが、はい、今これもう携帯でこれ見て大丈夫なんですかね。これちょっと携帯こういうセルカで、はい、あ、お、太陽ら、太陽ら、 달려라키토노달려라달려잘뛰는데요실제보다더 빠른 것 같은데 역시 빠른 실제보다 더 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 빠른 것 같은데 역시 빠른 실
실제보다 더 빠른 것 같은데. 카와이. 오. 와, 시간 너무 닮았어. めちゃくちゃ 可愛いじゃないですか。 ありがとうございます。どうぞどうぞ座ってください。 ね、本当にやはりやっぱセルカ職人達人というかですね、本当それ素晴らしいセルカだったんじゃないかなと思います。もう本当いろんなことさせて申し訳ないので、せっかく走っていただいたということでビーダも一つ差し上げます。感謝합니다。はい。 先ほどこちらでご覧になったこのキャラクターはですね、カンタビのインスタグラムで毎週公開されるウェブトゥーンの主人公の日本人留学生サランちゃんとペットのしぶたちゃんということなんですね。本当に可愛らしかったですね。ずっとその子のね横にいらっしゃいましたからね。はい、正式バージョンではないんです実はこれ。正式バージョンはですね12日にリリースされます。楽しみにねしていてください。はい。 ということで、ソウルをね今こうやってその時に走り回っていただいたので、次は何か食べないとですよね。食べない。今ね、こう日本ではチキンとかジャジャン麺、ビビン麺などのラーメン類だったり、シッケのようなこの K フード、はい、こちらをですねたくさん買われるようなんですよ。で今回はこの韓国観光公社とパルド がコラボして作ったこの K フード入れゲームというものに挑戦していただきたいなと思います。こちらはですね、この AR フィルターっていうのを作動させるとですね、空から美味しい K フードが落ちてきます。で、こう首をですね、首をこう右左に振ると、その方向によりボックスが動きます。その落ちてくる K フードをすべてボックスに入れていただくと成功ということになります。では今回はちょっと 対決方式でいきましょうかね。先に K ボックスを完成させた方にこちらビー玉女子がですね、ビー玉をね差し上げたいなと思います。どうでしょうか、やってみたい方。あ、僕。お、ジェイ君。はい、あと一人です。あ、僕。ジェイ君。2J。2Jですね。2Jですね。はい、ではちょっとじゃあこちらにあるんですが、こちらでやっていただいて大丈夫だと思うので、こちらの携帯電話の方、はい、 大丈夫ですかね。はい。おお、先ほどとはまた違う内容のゲームということなんですけれども、あ、変わりましたね。はい、こちらが今始まりました。はい、わあ、お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 、
あ、今が激怒スタートかわいいジェイヨン진짜한것같은데すごいかわいいおー、落ちてきてますよおー、おー、ぼやぼやぼやおー、ぼやぼやあもうね、되고있는건가首をね、こうかわいい左右にかわいいいやー、かわいいですね、皆さん皆さん、これ撮ってくださいね、これおーおー ジェイクが行けたねジェイクの勝ちそうですねジェイク君の勝ちということで あ, ありがとうございますはい、じゃあちょっと待ってくださいねはい、ジェイク君、あ、ありそうですね
いやおめでとうございます。はい、ジェイク君にですねビー玉を差し上げました。はい、今このエナイブの皆さんがですね体験したトカンごっこゲームはですねだからコリアの特集サイトと公式インスタグラムで体験が可能となっております。はい、皆さんねたくさんやってみてください。でゲームに参加してくださった方の中からなんと100名様にこのゲーム中にも登場したジャジャンミャン、ビビンミャン、シッケ、そしてですね可愛いポロロの飲み物に加えて限定グッズ入りのこの韓国観光公社パルドのオリジナル K ボックスをプレゼントいたします。はい、皆さんねたくさんのご参加よろしくお願いいたします。さて皆さんあのビー玉お持ちですよね。はい、はい、僕はいないです。僕空っぽです、空っぽです。はい、全然いないです。今ビー玉じゃあ一番多く持ってるよって方どなたでしょうか。제가지금5개있어가지고僕5個持ってます。5個ということは5個がじゃあ一番多いですかね。5개가1이겠네요。お金持ち。おお、많이있네요。お金持ち。いや、さすがヒスン君ですね。あのヒスン君以外の皆さん本当もっとちょっともっと頑張ってくださいね。はい、はい、僕いっぱい持ってますからねこれね。はい、で今現在ですねこの Zoom で視聴してくださっているオンライン参加者の皆さんが150名いらっしゃるんですね。はい、でこの方々が今からエナイプの幹部になってヒントを出します。はい、幹部、あのイカゲームをですねご覧になった方、はい、ねご存知だと思いますが、この幹部というのはですねゲームを一緒にやる最も親しい友達ということなんですね。そこで私がですね皆さんに丸×クイズを3問出したいと思います。幹部となったこの参加者の皆さんはですねメンバーに画面を通じてヒントを出してください。お、分かりましたでしょうかね。あの、はい、正解が丸だと思う方はあのこのようにですね丸だったりこう丸だったりねなんかこう手で丸を作ってみてください。はい、そしてですね正解が×だと思う方はこう腕、まあ、手でねまた×を作ってみてください。あ、はい、ね、でメンバーの皆さんはですねあのこのヒントを見て正解を当てていただければなと思っております。はい、はいはいはい、でここからサバイバルになってきます。サバイバル、はい、サバイバルなの で、はい、で最後に生き残った方のみ、ビー玉を10個差し上げます。おー10個。はい、オンライン参加者の皆さん準備できてますか。はい、みんな手振っていただければ準備できてるよ。準備できましたか。 ありがとうございます。エンジン、はい、それではですねエナイプの皆さんにこの応援を込めたこのメッセージをまた出していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、出していただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではクイズの方丸バツクイズやっていきたいと思います。それでは問題です。スカイトラックスで公開した2021年今年の空港この順位の中で2位は日本東京の成田国際空港である。お、丸か×か、ではオンライン参加者の皆さんヒントお願いします。ヒントヒントお願いします。違う違う違う、バツ、バツ、待って待って待って、え、X の番で、X、バツ、待って待って、X、全然ヒットになってないんですけど、バツ、どっちを、X、X だと丸で、X が多いみたいですね。あ、兄だ兄だ、兄の方、X だよ X、あ、X が兄の方だよ。どうでしょうかね。今見た感じはバツ多かったりしますよね。エンジンもでどうするの、エンジンも知らないの、エンジンのみんなも分かってないみたいですけども、あのね皆さんも。ね、答えは分かっておりません。ああ、意味はよく知らない。あにょ、いけ多分モルゴケセよ。あ、저희、ああ、그래서이거를믿는건지。믿는거지。ああ、너무어렵다。心理ゲーム。早くグーグリングしてください。グーグリング。さてどうでしょうか。丸か×決まったでしょうか。はい、정했습니다。はい、決めました。はい、それでは。一斉にですね答えの方こう上げていただければなと思います。それでは花トゥーセで上げていただきましょうか。はい
하나둘셋하이 X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 , X. X. 어어라고나이트예오 X X X 엔진 I love you 예아리가또오자이마스엔진은믿었지 엔진을믿어야죠엔진은믿었지先にね、正解が前に出ちゃったんですね。はい、そうなんです。正解は×だったんですね。あの、2位はですね、日本の東京羽田国際空港で、成田空港はですね、5位だったんですね。はい、では、ソヌ君とニキ君、ソンフン君、ジョンウォン君が×。あら。おいえー。나머지다오야제가 X 했던것같은데제가본진あのじゃ あ, あの脱落されたあのヒズン君、ジェイ君、ジェイク君はですね、もし答えが分かったら教えてあげてもう全然大丈夫ですよ。はい、わかりました。そぎぬがい。それでも大丈夫です。はい。それではですね、次の問題は正解者の方のみ答えてくださいね。いいネメン。はい、このネメン。サバイバル。サバイバルネメン。내면만하면우리끝난거야오케이뭐신다끝난거예요코코코가뭐신다오케이오케이오케이そうです、ごめんなさい はい、それではですね2つ目の問題です飛行機の運航中に全てを記録するブラックボックスこの色はオレンジ色である違うエンジン힘을줘요さて、皆さん、じゃあヒントの方お願いしますまる아닌거같은데마오맞는거같은데ヒント그쵸오오오오가많아오오오다오다이건무조건마루가오이됐어아맞네오맞네오맞네오오아맞구나오똑똑해똑똑해오엔진희승이어떻게생각해요맞구나 원래이럴땐도전으로 X 라는것도나쁘지않을수있어요오이때는약간이バツを選ぶのもありかもしれませんね다온데누가민나마루ですね다온데엔진분들중에파일럿이있나엔진엔진の中にパイロットはいませんか하하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 하있을수도있어さてどうでしょうか오케이오케이오케이전정했습니다오케이정했어요정했어요はいはい決めましたでは一斉に出していただきたいなと思いますはい하나둘셋오오아다오네여기서 X 면은진짜아라저저저민나산말오아와오케이와깜짝아正解は丸でした예예엔진ブラックボックスはですね、黒色ではなくオレンジ色なんですね。まあ中身が見えないから、ブラックボックスということになっております。いや、皆さん、あの、エンジンの皆さんのおかげでもうみんなニコニコですよ。本当にみんなこちらでニコニコしてますね。はい。では、3問出すと言ったので、こちらで最後の問題になります。おー、最後の問題。はい。はい、3つ目の問題です。エナイプンメンバーのこの全員の生まれた月の数字の合計は57である丸か×かそれではですねあの今計算しちゃダメですよ皆さん計算しないで直感で直感で上げてくださいどうでしょうか天才入れてください天才入れてくださいエンジンは天才皆さん出してくださいオッケーオッケー맞아요맞는것같아맞아맞아맞대맞는것같아맞는것같아어디보자내가가면계산해보고오저분들은너でしょうか그럼계산을못하시는 X 라는데계산못하맞추는人がいますね갈린다이거다더하면57아이거아닌것같은데結構分かれてますね넘어요57맞아요60맞아안넘어요안넘어요넘지안넘죠ダメですよここで計算してもダメですよ計算したら우리끼리이거구슬걸고한번할까요どうでしょうかこうね決まりました丸か×か。あー。정하셨나요はい。エンジンを믿자。정했습니다。정했어요。정했어요。はい。それでは、じゃあ、出していただきたいと思います。아니면어떻게。あー、어떡하지하나。エンジンを믿어요。하나、둘、셋エンジン오오다오야아다오네제발。丸と、皆さん丸だったんですね。오네오진짜네오진짜네正解は、丸です。わあ、よしエンジン。エンジン。ヒズンやジェイクです。いやさすがですね。皆さんすごい計算早いですね。すごい。まあちなみに言うとヒズンくんが10、ジェイくんが4、ジェイクくんが11、ソンフンくんが12、ソヌくん6、ジョンウォンくんが2、ニキくんが12ということなんですよね。あのね本当ここ最近で言うとヒズンくんがねお誕生日おめでとうございました。ありがとうございます。おめでとう。
ね、あの、この次、あのね、11月、12月、また皆さんあると思うので、皆さんと一緒にね、お祝いしたいなと思います。はい。ね、今、こちら、あの、皆さん、じゃあ4名が最後まで残られたということなので、お、お、クロメ、お、ハイボイ、じゃんけんぽいきましょう。じゃんけんぽ？じゃんけんいきます。じゃあ、じゃんけんいきます。じゃんけん。おー、いいです。OK、勝ちます。はいはい。はい、ジェイクとジェイク君はもうダメです。じゃあじゃんけんいきますか。じゃあ4人で、はい、はい、そ2名할래요。2名2名1名1명1명1명이죠1명1명1명이죠오케이진짜인생에원래한번밖에없는거야장겐보장겐보장겐보아사이쇼와그장겐너가해줘아이이됐어너가해장겐보아이뭐야아야이거어디야뭐야이겼는데나이겼는데이겼는데잠시만요아이겼는데오케이사이쇼와그장겐포나이겼니키군신지라네나 Yes sir 오늘의교훈아원래이겼는데인생의승자는한명뿐이다자니키군가갔다ということでですね하이하이ちょっと待ってくださいね すごい선우군희승이형이겼는데니키1등아니야아축하합니다아자ここ入れましょうか하이1,2,3,4,5용돈받는거같아요바꿔쓸거에요바꿔쓸거에요새해복많이받으세요아두손으로와많이받았다와오오めでとうございますそれではですね今一番ビー玉が多いメンバーっていうのはどなたになります。これはもう完全にニキ君になっちゃうんじゃないんですか。そうですね。ヒズヤもよけよ。たさすけ。あ、たすけ。あ、ちくわみだ、ニキさん。おー、ニキさん。12個。ニキくんがじゃあこれ一番ということになってしまいましたね。はい。おめでとうございます。どうですか？こんだけいっぱいビー玉いただけて。あー、嬉しいですね。嬉しいですよね。はい。ということで。すみません。いい、全然。いいですよ。はい。ということで、ニキくんが1位になったということで、こちら、Kボックスを差し上げたいなと。思います。ちょっと待ってくださいね。おはい、すごい。わおおどうぞ。감사합니다。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、イエーイ。おーいおーねえ、ちょっと中身に何が入ってるのか開けていただいても全然いいですよ。はい、あ、僕持ちますよ。はい、どうぞどうぞ。お、いますね。お오오제이형한테필요가있나 AKA 춤식춤식아아오데코헤어밴드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 또펜라이트오이쁘다코리아나카라코리아저거리허설때불꺼져있었는데오왜이거파우치파우치포치오여행여행용아여행용이됐네야페이지빈병인데요아또いっぱい진짜많다とてもたくさん入ってますね。もし？お、かわいい。多分あの携帯の後ろにつけるやつだと思います。かわいい。おお、きよった。あとストラップ。おお、ストラップ。おお、あは。いっぱいまだまだ中にあります。はい。おお。ねえ、よかったですよ。本当たくさん。あの入って可愛いやねアイテムたくさん入ってたとは思うんですけども皆さんねどうです、こういうの好きですか、可愛いの。いやちょっとソヌ君そんな顔しないでねあのこうやってねこの番組を視聴してくださっている方の中にもですね、私自分も欲しいという方多分いらっしゃるかと思います。なのであの番組の最後にですね、 Kボックスをこう手に入れるゲットできるチャンスがございますので、最後まで視聴ですねよろしくお願いいたします。 Kボックスとともにですね、近い将来韓国旅行、準備万全にね準備していただきたいなと思います。はい、では2021コリアフェスタだからコリア、そろそろですね終わりの時間がですね少しもう近づいてきているんですね。あ、残念。あ、歌歌ってるみたいですね。もう。で、その前にですね、あのエンジンの皆さんからですね、SNS でたくさん質問があったんですよ。なので何個かちょっと皆さんに質問していこうかなと思います。まず一つ目の質問です。
韓国で冬に食べてほしいおすすめの韓国料理は何ですかということなんですけれども、どうでしょうか、おすすめの韓国料理、ソノ君なんかあります？일단저는또제가떡볶이랑치킨을굉장히좋아하는데요굉장히안좋아하는거이조합은진짜겨울에드시면더욱특히나진짜너무좋은조합이라고생각합니다왜냐면이제또일본에서도이제한국식분식으로분식이랑치킨이되게인기가많다고하더라고요아정말요그래가지고예한번추천드리고싶습니다오僕は떡볶이도치킨이すごく好きなんですけども特に冬にこの2つを食べるとすごく美味しいと思いますまた日本でも韓国の B 級グルメやチキンが流行っているということなのでぜひ食べてみてくださいはい、yeah. ということでじゃあヒスン君とかどうですあソンフン君とかどうですかあ저는그러면은좀더겨울에잘어울리는만두전골을추천드리고싶어요만두전골만두전골니키도만두좋아하죠네니키진짜좋아하죠니키좋아하잖아만두가이제만두전골은정말뜨끈뜨끈하기때문에이제먹으면은아주열이막올라와서겨울에전혀춥지않고네아주즐거운여행생활을즐길수있습니다오여행생활여행도생활이죠즐기로운여행생활여행도생활이죠그렇죠僕は만두전골をおすすめしたいんですけども韓国式餃子の鍋ですね特にニキ君なんかが만두韓国式餃子好きだったりするんですけどもこの冬にこの만두전골を食べるととても体も温まりますし楽しい旅行生活を送ることができますはいでは、もう一方ぐらい聞いてみましょうか。ヒスン君とかどうですか？아네일단저는일단겨울제철음식인조개구이를추천드리고싶은데사실이제조개구이는집에서먹는해물라면을되게좋아해요이게라면에조개넣으면되게감칠맛도나고맛있더라고요그래서이게한국의겨울바다앞에서조개구이와해물라면을드셔보세요라면이포인트라면이포인트드셔보세요 冬が旬な食べ物で焼き貝をおすすめしたいんですけども焼き貝のお店で食べる実は貝よりも海鮮ラーメンの方が好きだったりするんですねこれはとても美味しいのでぜひ韓国の冬の海に遊びにいらして焼き貝と海鮮ラーメンを食べてみてくださいはいもう今ね皆さんがラーメンがポイントだラーメンがポイントだっておっしゃってましたからね、では2番目の質問にちょっと行ってみましょうかはい、はい、アイランドを含めいろいろな経験をされてきてさまざまな困難があったと思いますがその時自分の中でどういうふうにその困難を乗り越えられましたか、ナイプのみんなが頑張れた理由が知りたいですということなんですねどうでしょうか、ジョモン君とかどう思いますか일단다양한그런프로젝트들을해오면서어려움을이겨낼수있었던것중에가장큰이유는일단혼자가아니라멤버들이있어서였던것같아요네멤버들의힘이제일크고요일단약간이런힘든상황을같이헤쳐나갔던그런정신적인유대감그런것덕분에어려운일도서로믿고의지하면서이겨낼수있었던것같고그래갖고그런만큼더같이이겨낸것같습니다さまざまなプロジェクトをしてきた中で困難を、乗り越えられた大きな一番大きな理由は一人じゃなくてメンバーのみんながいたからだと思います、みんなで辛い状況を乗り越えて築き上げた絆のおかげで、何か困難があってもお互いに信頼することができましたしそんな信頼があったからこそここまでみんなでやってくれたと思いますはいその話を聞いててですね僕もアイランドを思い出しましたクイエギルトルニカアイランド戦になったあーあー懐かしい、はい、では続いてジェイ君とかどうでしょうかあーねあー이제뭔가데뷔를하기전에는이제뭔가좀더이제데뷔를하고이제가수가되고싶다그꿈을이루고싶다라는그런의지덕분에이제뭔가이렇게힘낼수있었던게좀컸던것같고요그런반면에이제데뷔를하고나서는또이제저희항상곁에서응원해주고또저희에게힘을주시는엔지니어여러분들덕분에좀더좋은모습을많이보여드리고좀더저희응원해주시는만큼더좋은성과를많이보여드리기위해서열심히할수있는것같아요デビュー前はですね歌手になりたいという夢を叶えるために頑張れたと思うんですけども今はまたエンジンの皆さんが応援してくださっているのでエンジンの皆さんにより素敵なステージをお見せするために頑張りたいと思ってそれが今原動力になっていると思いますはいもう本当原動力といえばもうジェイ君はもう本当僕の中ではジェイ君の原動力はウォンブンスみたいな感じで思ってるんでいやさすがですいやかっこいいです、はい、では3つ目の質問に行きたいと思いますデビューしてから約1年
自分たちの中で成長したなと思うところはどんなところですかといただきました。じゃあどうでしょうか、ジェイク君どうですか。아일단어저희이번디멘션딜레마활동을이제보시면은저희가엔진분들께굉장히무대가이제많이성장을했고늘었다라는칭찬을많이해주셨어요그래서이제저희멤버개개인의노래와랩같은부분에서끊임없이성장을했고이제무대도많이늘었다고생각을해서오늘이제곧보여줄무대도많이기대해줬으면좋겠습니다今回リリースしたディメンション、ディレンマを見てもですね結構ファンの皆さんからたくさん褒めてもらったんですね。メンバーそれぞれの歌だったりラップというテクニカルな部分が伸びてるなというのを感じています。でまた今日もですねステージを準備しているので演じの皆さんに楽しんでいただけたらなと思っています。はい、ステージありますから皆さんね楽しみにしておいてください。じゃあどうでしょうか、次ヒスン君なんかありますでしょうかね。네네아저희가또특히무대위에서퍼포먼스를해내는표현력이늘었다고생각을하거든요그래서예전보다무대를훨씬즐기는모습도많이보이는것같으니까엔지니어여러분들도많이지켜봐주세요아예ステージの上でパフォーマンスをする際の表現力が豊かになったんじゃないかなと思います。以前よりもまたステージを楽しめるようになったのではないかと感じています。エンジの皆さんもこれからも応援よろしくお願いします。はい、もうみんな最後までついてくると思いますよ、皆さん、ファンの皆さんは。はい、では4つ目の質問になります。学生エンジンです。勉強がはかどる一言をメンバー全員分お願いしますと全員いうことなんですね。はい、ではどうします、なんかこう全員分みんなってことですよね、これはね。はい、ということはじゃあ本田君から言って네실제수험생네저부터하겠습니다하이네저도고3이기때문에 좀저는공부를안하고있지만그래도한때열심히했었는데진짜사실공부하는게되게어렵잖아요그래서이제건강도챙기면서공부를하고또너무막이제잠밤새면서하지말고몸도이렇게챙기면서공부꼭열심히하시길바라겠습니다実は僕も高校3年生なんですが今は勉強はしてないんですけども一時勉強を頑張ってたこともあります。で勉強はするの大変でやっぱり健康でも健康が一番だと思うのであまり徹夜をしすぎないように健康の管理もしながら頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてニッキ君お願いします。はい、勉強、うん、勉強勉強しながら疲れたらいつでも恋愛文のコンテンツを見ながら、はい、休んでしっかり休んで勉強するときはしてください。入っていい。はい、まあ、今のはねそうでしたね日本語なので皆さん分かったかと思います。はい、では杉孫文君お願いしてもよろしいでしょうか。네、뭐다똑같겠지만너무이렇게한번에몰아서하려고하지말고차근차근천천히하면은분명좋은학교를대학교를갈수있을것같습니다。頑張って。あまりですね短期間に集中するよりは地道に続けることが大切だと思います。そうしていればきっといい結果があると思うのでぜひ頑張ってください。はい、では続いてジョンウォン君お願いします。一旦クマさん頑張ってください。그리고저희누나도수험생이었는데그걸계속옆에서지켜보고있었잖아요그래서스트레스를진짜많이받는데그누가옆에서뭐라고하든신경쓰지말고딱자기할거하면좋을것같습니다。実は僕の姉も受験をしてたんですけどもかなりストレスはたくさん受けてると思うんですね。ただ周りの声にあまり揺らがないやつに自分のペースを守りながら勉強していければいいかなと思います。はい、じゃあヒスン君お願いしてもよろしいでしょうか。はい、あ、カクセのエンジンクマさん勉強頑張ってください。ありがとうございます。はい、かわいい。はい、ファイティング。はい、じゃあ続きましてジェイ君お願いします。あ、はい、一応頑張ってください。それでなんか数学みたいなんじゃなくても、はい、なんか人生で誰かを見て自分で考えてなんかそういう人生を暮らすそのものが僕は勉強だと思って、はい、いつも頑張ってください。ありがとうございます。いい言葉でしたよね。はい、では最後ジェイク君お願いします。はい、일단공부를할때는이제공부
확실히 열심히 해주시고 이제 쉴 때는 저희 음악과 무대나 저희를 많이 보면서 쉬면은 좋을 것 같습니다. 그리고 아. 쿠마상 벤쿄 頑張ってください。はい、勉強するときはぜひ頑張っていただいて、また休憩するときにですね、私たちはエナイプンのコンテンツを楽しんでいただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。ではこちらで最後の質問ということになります。最後はですね、エンディング要請してほしいです。これもまた質問ではなくてお願いです。はい。<笑><笑> ね、じゃあどうしましょう。今こっちから行ったんで、向こうから行きましょうか。ジェイク君の方から行きますか。ジェイク、シフト、ハミョンさん。行きましょうか。大丈夫ですか。ジェイク、タラジマン。いいんだ。レッツゴー。3、2、1。イエーイ。超イケメン。可愛い。イケメン、イケメン、イケメン。超イケメン。わお。<笑>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  あ、可愛い。おい。特装に。あ、これ、負担でんで。イエス。カメラを少し낮춰주세요。 뭐야? 뭐야? 뭐가 아닌 거야 도대체? 은행장 엔딩 보여주세요. 오. 오. 갓. 그게 뭐야? 그 보지 않았는데 그게 뭐지? 뜨는 거 아니야? 오. 오! 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 가와이. 오, 플렉스. 거기 안에 들어있지? 예, 플렉스. 아리가도. 아, 맞아. MC분 해줘. 예! 本当やめてもらっていいですか。みんなすごいんだから、ノリが本当ありがとうございます。ねえ、皆さん個性それぞれのね、なんかポーズ決めていただいてですね、皆さんスクリーンショットするのにすごい大変だったんじゃないかなと思います。はい、ではここまでですね、エンジの皆さん にこうやって質問に答えてくださいました。今日質問がですね、採用された5名の方にはですね、エナイプの直筆のサイン入りの CD をお送りさせていただきます。おめでとうございます。はい。さて、2021年このコリアフェスタ、だからコリアとうとう終わりの時間がやってまいりました。残念。 どうでしょうか皆さん、エナイプの皆さん、今日感想とかどうでした? 大丈夫でした? 楽しかったですか? ジョンウォン君。 일단 오늘 너무 진짜 즐거웠고 이제 양국 간의 교류가 다시 활발해져가지고 이제 저희도 일본으로 공연을 할 수 있게 되고 또 엔진분들도 한국에 여행 오시는 날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 今日は本当に楽しかったです。韓国と日本の交流がまた活発になって、僕たちも日本にライブをしに行きたいですし、エンジンさんの皆さんも韓国に遊びに来られるようになる日が来ることを願っています。はい。 本当ね、僕も今日楽しかったです。前回ここでお会いした時はそこまでいろいろゲームとかできなかったんですけど、僕も今日楽しかったんで、これご覧になってる皆さんもエンジの皆さんもですね、今日楽しんで見ていただけたんじゃないかなと思っております。それではですね、皆さんお待ちかねのエナイプの皆さんはステージがございます。なので向こうの方でですね、一度 準備をしていただいて、また後でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。はい。ね、楽しかったですよね。昨日の2021コリアフェスタ、だからコリアがですね、東京でのイベントを皮切りに大阪、福岡、そしてこちら韓国でも11月14日まで様々なイベントが開催される予定になっております。詳しい内容は特集サイト www.だからコリア.comのですね、韓国旅行応援キャンペーンだからコリアからご確認いただけますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ね。
あ、そしてですね、公式インスタグラム、アットマーク、kto.kantabi でですね、放送を見ていないと当てられないクイズイベントを行っております。日韓往復航空券とですね、特急ホテルの宿泊券、そして本日出演されたエナイプの皆さんのサイン入り CD、そして K ボックスなどが景品となりますので、ぜひ参加してみてくださいね。はい。韓国旅行がですね、再開できる日まであとわずかな気がします。韓国旅行応援キャンペーンだからコリアと一緒にですね、早め早めに韓国旅行のね準備をしてください。皆さんの安全かつ楽しい韓国旅行をですね、韓国観光公社が応援サポートさせていただきます。それではですね、私は次11月14日にまたお目にかかりたいと思います。以上ね、MC をさせていただいた武田博光でした。ここからはエナイプの皆さんの素敵なパフォーマンスステージがありますので、最後まで楽しんでいってください。どうもありがとうございました。Don't get away, don't get away, I gotta make a new one. 뭐 아니면 또 아니면 뭐 아니면 또라고 아니라 다머링 뭐 많이 나에게 never 사가 아닌 winner가 돼 That's my way. Go big, go go. 승리 아닌 패배 뿐인 게임 같은 세상 가는 거야 right right now. 되놈 되는 이더 잡히 되놈 되니까 이 한판에 fight. Let's go, go, go 내 앞엔 언제나 순간 같은 건 Feels like lose 고민한 시간에 가차를 뽑아보자 Go big or go home I'm feeling lucky 예감이 좋지 두근거리네 Feels alright 강화, I can make it right 자신 있게 choose right now Let's go, go, go 내 앞엔 언제나 순간 같은 건 feels like lose 고민할 시간에 가차를 뽑아보자 Go big or go home I'm really lucky 예감이 좋지 두근거림에 feels alright
플라스틱으로 만든 세상에 가격도로 가득해 이를 줘야 이를 받는 게 여기서는 당연해 심장은 for sale 오 사랑도 for sale 이대로 망해버릴 세상 기대 하나 없던 내게 삶으로 구할 수 없는 답들을 가르쳐준 넌 차가운 심장 위에 price tag 낯선 기로 태어내 너라는 존재 내게 있어 그래도 좋대 오, 심장이 말해 이대로 망해버릴 세상 기대 하나 없던 내게 샘으로 구할 수 없는 답들을 가르쳐준 넌 차가운 심장 위에 price tag 낯선 기로 태어낸 너라는 존재 내게 있어 사람들의 마음 같이 다 뻔해 보였지 yeah. 진심한 내 미소면 모두 지웠던 이 작은 세상에 너랑 균열이 넌 왠지 뭔가 달라 자꾸만 나를 흔들어 너의 눈빛 말투 다 멋지다고 세상에 사는 듯해 baby 머리 상관없이 가슴이 널 원하게 해 널 만난 이유 Just a little bit, just a little bit 신경 쓰여 너란 존재가 Just a little bit, just a little bit 내 세계를 무너뜨려 내 우주의 깨진 틈으로 평범한 눈을 맞추고 하늘같이 길만 읽어낸 너 몰랐어 Just a little bit, just a little bit 이렇게 될지 친절하게 적힌 설명서처럼 Everything 꿈이 미소 뒤에 숨긴 내 맘을 읽어 두루룩 무해한 얼굴로 날 위험하게 하는 너 자꾸 네가 궁금해져 멈출 수 없어 Just a little bit Just a little bit 신경 쓰여 너란 존재가 Just a little bit Just a little bit 내 세계를 무너뜨려 내 우주에 깨진 틈으로 걸어와 눈을 맞추고 하늘같이 길만 읽어낸 너 몰랐어 꼬이고 엉킨 복잡한 맘이 날 쏠지만 왜 지치가 어딘가 불편한 그러면서 달콤한 처음 느끼는 감정에 빠진 것 같아 Just a little bit, just a little bit 세계가 무너져 내려 Just a little bit, just a little bit 너란 중력에 끌려가 내 우주는 사라져가
주신 너로 채워줘. 세상 모든 거는 다 믿었는데 몰랐어. Just a little bit, just a little bit. 몰랐어. Just a little bit, just a little bit. Yeah. 네. 2021년 코리아 페스타 다카라 코리아 오늘 함께해서 정말 너무 재밌었습니다. 와. 와. 2021 코리아 페스타 다카라 코리아 今日一緒に時間を過ごせてとても楽しかったです. 다음에는 꼭 공연장에서 함께했으면 좋겠습니다. 이제 그럼 저희는 마지막 곡으로 저희 이번 타이틀곡인 테인드 데시드 들려드리겠습니다. 네, 그럼 지금까지 엔하이픈이었습니다. 次は会場で会いたいと思います. 最後に今回のアルバムタイトル曲 테인드 데시드 お聞きください. ありがとうございました. ありがとうございます. 길어지면은 하늘 매료한 욕망의 그 성관 꿈은 아름답게 또 추하게 모습을 바꿔 막 얽히고 설키친 자본 속에 선택의 딜레마 바른을 느끼가 난 고비라 I hate to be all night like that summer 목마른 갈증 I can't stop it like Summer 나나나 일단